さあ先発の岩崎です。2回です。この回先頭の浅村がバッターボックスに立っていますが、左中間スタンドへ2試合連続、昨日はランニングホームラン、今日はこの素晴らしいホームラン、19号ソロホームランでライオンズが先制をします。まあイニングの、ね、はい、初球でしたからね、ちょっともったいなかったですよね。さあ一方のライオンズの先発は岸だったんですが、ワンアウトランナーなしから2回、長谷川センター前ヒット、続く江川ショートゴロ、警察だ、この辺りは落ち着いてましたよね。そうですね、徐々に調子を上げていきましたからね、はい、今日はね4回の表、岩崎のピッチング内容なんですが、この辺は三者凡退に抑えるピッチング内容、見事な配球でしたね。非常にね、今日ストレートは良かったですよね、はい、前回の反省を踏まえてね、しっかりと調整してきましたよね。さあ一方のライオンズ岸の方なんですが、4回2アウト1塁から松田がこの球を強引に引っ張っていってタイムリーツーベース。今ね、非常にね、打席での姿、調子の良さをね伺えますよね。1対1の同点に追いつきました。2アウト3塁からの5回なんですが、岩崎翔、鬼崎にセンター前タイムリーヒット、ここなんですよね、首を振って外のストレートを選んだんですけどね、バット届いてしまいましたからね、で一方の岸は6回2アウト1塁から今日誕生日の内川がセンターフェンス直撃のタイムリーツーベース、これホームラン狙ってましたよ。そうでしたね、ボール先行でしたもんね、でしたけどね、ホームランか、まあ、フェンス直撃だったんですけどね、そして岩崎の方は7回、ワンアウトランナーなしから秋山ライトスタンドへ9号、これ難しい球をホームランしましたよね。これはね、本当に岩崎投手からすればね、もう本当にどうしようも防ぎようのないホームランですよねさあ問題は8回なんですが、ツーアウトセカンドという場面で増田にスイッチするんですよね、ここはね思い切った、昨日ね、失敗した増田投手をね、見事な力でねじ伏せたと、内川ショートゴロ、得点を挙げることができませんでした。そして、9回はライオンズ涌井投手がマウンドだったんですが、ワンアウトランナーなしから長谷川レフト線へツーベースヒットで出塁、続く江川空振り三振で、これツーアウト二塁からこの場面ですよ。そうですね、ピッチャー思い切って変えましたよね、まあ、ラヘア選手、ちょっと嫌な感じが渡辺監督したんじゃないでしょうかね。確かにね。でウィリアムスがリー・トゥーシェン代打をファーストゴロに打ち取って当たりは良かったんですがね、ゲームセットということになりまして3対2。